2024年シーズン末でハース F1 チームから離れることを発表したケビン・マグヌッセンは、来年も F1 でレースに出場することを望み、確定していないレースシートが残っている間は諦めないと語った。小松綾夫チーム代表は、来年以降もハースとのつながりの中で仕事を続けてもらうための道を探ると述べているが、マグヌッセンはリザーブドライバーとしてチームに残ることは否定した。 関連写真2024年 F1 第13戦ハンガリー GP メディアの取材に答えるケビン・マグヌッセン、ハース。リザーブドライバーの役割には関心は持たないと思う。ハースで何らかの役割を担うことができるということは、つまり F1 のレース、シートを獲得できなかったことを意味するとマグヌッセンは7月18日の発表後に語った。その場合、 僕は F1 から身を引くと思う。ただマイセンサーキットに行くだけの生活は望まない。自分にとってエキサイティングで充実感のある他のことに集中したいんだ。リザーブドライバーを務めることは誰かが足の骨を折るのを待っているようなものだと思う。それはあまりエキサイティングではない。31歳のマグヌッセンはレーシングドライバーの仕事から引退するのはまだ早い。 父親のキャリアを見れば、あと20年現役ドライバーを続けることも可能なのだ。マグヌッセンにとっては今も F1 でレースをすることが一番の目標だが、他のカテゴリーへの転向も視野に入れるという。すぐにレース活動をやめるつもりはない。もちろん F1 はモータースポーツの頂点だが、F1 以外のレースも素晴らしいと以前から考えていた。でも、 F1 でチャンスがある間はここで走るべきだ。モータースポーツの頂点なのだから、F1 でレースをするチャンスは毎日訪れるわけではない。だから、誰もがここに留まろうとするのは当然のことだ。現在、ドライバーマーケットの中心となっているのはカルロス・サインツだ。サインツがフェラーリからの移籍先を決めることを誰もが待っており、マグヌッセンもそれは同様だ。 今残っている中で一番のビッグネームは彼、サインツだ。シートに空きがあるチームはどこも彼を獲得したがっている。しかしバルテリ・ボッタスも言うように、マグヌッセンはいずれは待つことに我慢できなくなるチームも出てくると考えている。確かなことは言えないが彼はいつまでも先延ばしにし続けることはできないし、そんなことはしないだろう。 そのうち自分にとって最善の決断を下すはずだ。今は自分の行き先についてとても慎重に検討している。それについて彼と話をしたことはないけれど、それは想像できる。今はそういう状況だが彼の行き先が確定すれば、残りの全てがすぐに決まる。マグヌッセンは過去を振り返り、子供の頃からずっと F1 にたどり着くことだけを考えてきた、と述べた。 そして10年間、この世界に携わってきた。2021年には、F1 を離れてイムサでレースをして、人生の異なる側面を見ることになったが、それは興味深く、刺激的だった。怖いようなことではなく、実際、とても前向きで楽しい経験だった。それが僕の考え方を変えたと思う。それまでは F1 シートを失うことをとても恐れていた。 外ののの世界がどういういものななか、かか知ららったからだ。でもそれ一度 F1 以外の経験を積んだことが教えてくれたことがある。できる限り長く F1 にとどまるべきではあるが外の世界を恐れる必要はないということをだ。